ただまあしょうがないよな、うん、許容範囲内ですよ、うん、ただ流れがね急に変わることはないですよ、うん、そうですよね、うん、あとは精神面の部分だけですね、うん、そういうのあるけど、要するにあの山崩したら別だけどね、うんうん、山崩さないで普通にやってれば、うん、さあどうなんでしょう。トイレ休憩入れて手が良くなるんだったらみんなやるよね。トイレ休憩です、トイレ休憩ですってさあ、それじゃあもう汚い麻雀になっちゃいますからね、うん、アラさんの手はどうですか。あ、金子さんもまあまとまってる、うん、こちらは前原です。前原くん悪くないですね。あ、悪くないですね、アラプロもそんあ今良くないな、良くないですね、ペンちゃん残って、そうか良くないのか、そうかそうか、やっぱあれで裏ドラ一個も乗らないようじゃダメか、うん、あれちょっと大きいですよ ね、うん、リーチとドラ1とね、2000オールとね、1000オールは大差だよね、うん、だああいうところを見てあの戦うっていうか、うん、突っ張るかどうか決めますよね、はい、あこの人はまだ突っ張れるなとか、おだから裏ドラ乗られるとちょっとね、うん、乗ってるとちょっとあちょっと俺あの次ちょっと気をつけよう、うん、乗ってないとあ大丈夫みたいな、勢いを感じないよ、うん、勢いがないから ね、うん、大事ですね裏ドラは。その辺を考えてあの麻雀打つしかないんですけど ね、要するに何をこう利用して打つか、読みの中でいろいろね、そうやっぱりそういうどういう状況が起きてどうなってるかっていうことを考えていくしかないですもんね、まあ、裏ドラっていうその技術的にはほとんどね関係ないですけど、そういうバロメーターにはなるわけですね。どうも技術じゃないですから、ただ裏ドラ技術もありますけどね、例えば球層が3枚切れてたらイーソートイゾートイジ、うん、例えばするとかね、ドラにはならないんだから、そのぐらいしかないじゃないですか。はい、ここもねあんまりローピンがドラですけどね。そうなんですよね、ローピンドラがちょっと浮いちゃってるんですよね、うん、さあ小屋を落としたいですね。息通過にしてどうすか、死後の何するかね、連想切りました、息通過いかなかったね、三色の方を見たんですね、息通過位相がねバニー2枚切れてるね、うん、それを見たね。うん、ローピンにねドラにチーピンくっついて、うん、リャンマン入りました。あら、そしてこちらは伊藤もいいところでローマン、ピンフの手にね流派切った、はい、うーんピンフではないけどね、あピンフじゃないんだ、それ流派切ったんですね、うん、今ね、だからあのリーチをかけたいということですよね、うん、金子はローピン重なるチートイツですね、うん、なるほどね、要するにローピン持ってくるって感じですよね、ローピン持ってきて6-1-8にしながらローソン持ってきて3式にも作るみたいな、そういう狙いですよね、うん、まあ狙いは大きいんですけどね、はい、3ピン重なるあら、うん、なんとかテンパイしないとね、ええ、親がなくなっちゃうからね、どうだ金子、うそうですね、チートイツはねうまくいかないと、絵が合うときはさっと合うんですけどね、うまく難しいですよね、考えてますね、うん、まあ、どっち急速切るのかどうかというね、ジャンピン切った、伸ばさないんだもんね、うん、いい射点崩したくないんだな、あんまりいい射点というか手の広いのね、うん、これでね貫禄ピンドラの受け入れが、うん、ね貫禄ピンに決めましたよね、はい、やっぱり手を高くするためにはね、うん、ああいう風にしないといけないですよね。うん、うん、テンパイですね、はい、四五郎のちょっとしたいみたいなね、ローピン引いてくれば四五郎ですけどね、うん、ドラですからね、そうそうそう、それから単野の変化とね、はい、うん、サブローソー引けばタンヤオですよね。馬がアンコになります。伊藤怖い目いっぱいに構える、あ、うん、
ね、うん、テンパイ一丁と遅れた形になりましたね。うわうわと、うん、さあローピンが来てドラさんになった金子、これは痛かったね、うん、痛かったって欲しくないっていう感じね。どういうことですか、うん、いや、いや余分に来るだけ嫌じゃないですか、もう地図決めちゃいましたからね、メンツ崩してね、痛いってことじゃないけどね、アラプロテンパイしないとね、うん、あら、あよく入れましたね、これラスハイですよ、ラスハイですよ、これリチ、ね、リチしかないしょうがないね、もう両層リチですねこれね、うん、ウーアンを切る、パワーワンを切ったね、そうですね、パワーワン切ったっていうことはさ、これ損だよね、どうしてですか、ウーアンのがいいよね、ウーアンと一数ワンとか警戒、要するにね、あの裏ドラ1個乗せたいでしょ、はい、だからほら、ね、ま、街がたくさん5、6、1があった方がいいでしょ、なるほど、ね、でウーアンが頭の時にはどうせ積もったらハネマンだから、そうです ね、 ね、だからリーズもピンフ裏裏でいいでしょ、裏さん必要ないでしょ、あれ裏ドラペロッとめくってそこがチーワンになったら泣いちゃうわけですね、うんうん、まあ、だからそれはもうあれが打ち方が悪いっていうことですよね、うん、なんでウーアンじゃないのっていう、あのただ単純にあれですよ、ドラのことだけ考えてあるたらですよ、さっき言った裏ドラがうまいか下手かって言ってたじゃないですか、そういうことですよ、裏ドラ下手ですよね、これテンパったよ、ここテンパったどうするかですね、うん、パーサー取ってない、はい、何は場に1枚、うん、あ勝負、ね、勝負に来たよ、はい、あさりげなく言いましたよ、あパーサー現物か、あ現物じゃない、リーチだ、現物じゃないよ、リーチだ、はい、うん、リーチ行ったんだ、リーチ行きましたね、勝負だ、これで2件リーチになりました、前原君もこれウーパーワンなんですよ、うん、どうする、要するにでも行くタイプに行かないとダメなんだよね、行け、行った方が良さそうですか、いやいや、だからそういうの行く人なんですよ、行く人なんですか、うん、これを多分降りるかもしれないけど、うん、普段は行くんですよ、持ち味生かすんなら行くんですね、だ、うん、だから本当言うと6000オール上がったら余裕で行けるんですよ、これね、そこね、ただここ行かないとダメ、あでも行きそうですよ、行くぐらいの気持ちじゃないと、ね、あ行かない、あ行かない、中抜きしましたね、パスは、現物パスを、まあ、それもあるけど、おこれで上がりを逃すと他の人の上がりになっちゃうかな、はい、実際ウッパーは薄いんですけどね、あテンパった、さあアラは行くのか、アラは行く、ね、リャムピンは、うん、これ3式目になったよ、リャムピンで、そうですね、ね、2差しの3式まで、はい、あのアラちゃんがリャムピンで3式ついたよ、伊藤は寒い、これどうなるだろうかな、3万、これ何、これも3万、あこれウーマンですね、ウーマン、ほら上がってたじゃん、はい、あ上がってましたね、あ前原ですね、はい、上がってました、勝負いってれば上がってましたね、この4人リーチを制して根性なしってことはこれ誰に利するんだろう、そうですね、誰に利するんでしょう、だから分からないですよ、はい、ただ普通は助かってる金子さんですよね、ウーマンで打ってるわけだから、打ってるから、ね、そのことが一番大体多いですよね、マージャンっていうのはね、さあそうすると何あたりがいるのか、うん、と思ったら嘘だ、あーゆーちゃん上がったね、ここは伊藤有効の上がりになりました、うん、さあ裏ドラなんだ、あ裏ドラ自敗でした、シャアです、うん、あ裏そこに何がいたんだ、うん、あそうか、まあでもね金子プロもしょうがないですよ今ね、うんうんうん、思い切ってね、うん、勝負したんだから、なるほどね、ただ前原プロがああいうのを大体いつもね上がりきってね、ごそっと持ってくんですよ、ごそっと、うん、